皆さんこんにちは、赤さとなです。今回はですね、今までの動画とはちょっと趣旨を変えまして、この Google マップを使って、今回は埼玉県の埼玉市について、ご紹介しようかと思います。よろしくお願いします。で、なんで今回 Google マップを使って、動画を配信しようかと思ったかというとですね、最近ちょっとあまり時間がなくて忙しくてですね、なんか遠くに出かけるっていうのをあまりできなくなってしまったので、まあ家で Google マップ使ってなんか地理のこと、都市とかなんか街とか観光地のことを紹介できたらいいんじゃないかなと思って、で、まあ今回は試験的な意味合いも込めて、まあ自分の生まれ故郷である、埼玉市のことについてちょっと、紹介してみようかなと思って、今回この動画を作りました。まあ、今後、こういった動画を作るかどうかっていうのは、まあこの動画の、まあ、出来次第、あとまあ反応の良し悪しによって決めようかなと思います。まあ正直動画をなんか大量にどんどん作っていくっていう意味では、これをやるのが多分一番いいと思うんですけどもね。はい、というわけで、ちょっと前置きが長くなりましたが、今回は、私の生まれ故郷でもある、埼玉県の埼玉市についてご紹介したいと思います。よろしくお願いします。で、まずじゃあ埼玉市、どこにあるかっていうとですね、まあもうすでにさっきから表示されていますが、東京23区の北側に位置しています。まあ東京の北側の周辺、東京周辺の都市で、まあ北側の中心都市、主要都市となります。南側がまあ横浜とか川崎があったり、東側だと千葉市とか船橋市があって、で、なんか西側だと立川とか八王子とか町田がありますけども、まあ、北側の主要都市が埼玉市となります。多分東北地方の人とか、新潟県とか、あと最近だと北陸、富山とか石川の人だったら、まあ、新幹線に乗って東京に行くっていう時に、大宮駅っていうのに必ず泊まると思うんですけども、まあ、その大宮駅があるのがその埼玉市です。まあ、なんでそういった、なんだろう、北日本の人たちは埼玉市って大体どの辺にあるかっていうのは、まあ、大体わかる人が多いと思うんですけども、逆に西日本の人たちとかは、まあ、埼玉市聞いたことあるけど、どの辺にあるんだろうとか、なんかそういう曖昧なイメージで、曖昧なイメージを持ってる方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、位置としては東京の北側となります。埼玉県の中で見ると埼玉県の南東部に位置しています。で、埼玉市の基本的なデータですけども、まず人口が現在およそ、130万、8000人でして、まあ、数字だけ言ってもわからないと思うんですけども、日本の都市だと、23区を1個の都市として数えると、日本で、10番目に人口が多い都市です。広島市よりは若干多くて、京都市よりは若干少ないっていうぐらいです。それでわかりますかね。で、面積は、217.43 だったかな。さっき調べたんですけど、217.43 平方キロメートルですね。大体大阪市とほぼ同じぐらい。数字上では、大阪市より若干狭いぐらいの面積です。埼玉市って
政令指定都市っていう風になっていまして、政令指定都市って何かっていうと、まあ、簡単に言えば、人口規模の、人口規模の大きい都市に、まあ、都道府県とほぼ同じ権限を与えて、まあ行政を行うことができるっていう都市なんですけども、まあ、有名なやつだと、横浜とか川崎、千葉もそうですよね。あと、まあ、関東だと相模原で、他の地方だと、まあ、大阪、名古屋とか、仙台、札幌、広島、北九州、福岡、岡山もそうですし、熊本とか新潟とか静岡、浜松ですね。他に挙げてない都市、なんか政令指定都市って今なんか 20個ぐらいあって、なんか全部今ちゃんと言えたかどうか不安なんですけども、まあ大体そういった都市が、政令指定都市になっていて、で、まあ、政令指定都市の中だと面積は3番目に狭いですね。一番狭いのがこの川崎市で、2番目に狭いのが大阪府の堺市っていうところでして、でそれに次いで、埼玉市は3番目に狭い都市です。で、まあ、埼玉市の範囲はだいたい今カーソル動かしてる範囲なんですけども、まあ、この辺が埼玉市の範囲となります。で埼玉市はもともと4つの市に分かれてまして、浦和市と大宮市、与野市で、あと岩槻市っていうのがもともとありまして、でその4つの市が、合併して今の埼玉市になっています。もうちょっと詳しく言うと、まあ、この埼玉市の南側に位置していたのが浦和市で、北側に位置していたのが大宮市で、間に挟まれていたちょっとちっちゃい市が、与野市で、埼玉市の、東側に位置していたのが岩槻市となっています。で、確か最初2001年に、浦和市と大宮市と与野市の3つの市が最初に合併して埼玉市っていうのが誕生しました。でその2年後ぐらいに、政令指定都市になりまして、まあ、政令指定都市になると、行政区何々区っていうのが、割り当てることができるので、旧浦和市から4つの区、旧大宮市から4つの区で、与野市はそのまま、中央区に、変わりました。まあ、なんか昔のその3つの市の市境 と、今の区の境目が若干変わってるところはあるんですけども、まあ、大体大まかに言うと、そういう変化になっています。でその、埼玉市が政令指定都市になって、さらに2年後かな、2005年に東側に、隣り合ってた岩槻市っていうのがそのまま埼玉市に、合併されまして、そのまま岩槻区になりました。なので現在今10の行政区があります。でまあ地図をずっとなんか出して、で自分が喋ってるだけでもまあつまんないと思うんで、どうしようかな。一旦なんか航空、Google マップの航空写真から 3D を出すことができるんで、それでまあちょっとどんな感じか、おおよその街並みを、見てもらおうかなと思います。まあ、ちょっとごめんなさい。埼玉市の一番中心のラインになるのが、まあ、この浦和駅から、まあ、京浜東北線沿いに、北上して、
の大宮駅、埼玉新都心を含めた、なんだろうね、埼玉新都心を含めた、この大宮から浦和の京浜東北線のラインが、まあ、埼玉市の、まあ、中心というか、一番都心的な区分、都心的な地域になります。で、まあ、そこから、東側にしばらくちょっと外れるっていう言い方はちょっとあれですけど、東側に行くと、見沼田んぼっていう、あの、広大な自然保護地域があります。ここなんかもともと見沼っていう沼がありまして、江戸時代にまあ、田んぼとか畑として、開拓されていって、まあ、農地として開拓されていって、で、戦後の高度経済成長期の時に、埼玉市の地域って、あの、どんどん家が建ってたんですけども、まあ、この見沼田んぼの地域は、ちゃんと自然保護地域として残そうということで、今でも開発が、制限されています。多分、東京都心から2、30キロの圏内で、こんだけ広大な、自然地域が残ってるのは多分ここだけじゃないですかね。まあ海とかは除いてですけど、陸地にこんな広大な自然保護地域があるのは多分ここだけですね。まあね、見沼田んぼ、大宮駅がここで、浦和駅がここ、埼玉新都心がここで、まあ大体この辺りですね。あ、なんか今、最近、この見沼田んぼに沿って、あの、なんか、桜を、なんか、どんどん植えてったりしてるっていう、なんか、取り組みがありまして、で、その甲斐もあって、あの、確か、歩いて、あの、巡れる桜並木の回廊としては、確か、日本で一番の長さが、この見沼田んぼにあるんですよね。20キロぐらいの長さが、桜並木がずっと続くものがこの見沼田んぼにあります。なので、まあ、まだあまりそんなに全国的に認知されているってわけではないので、正直、あの、埼玉市のこの地域の人たちしか、知ってる人はあまりいないと思うんで、なんか、桜並木、ずっと続く桜並木を、なんか、ちょっとゆっくり見たいなっていう人は、この見沼田んぼの周辺に訪れることを、お勧めします。確か最近、日本一の長さだったんですよね。で、あと何かあるかな。とりあえず、まあ、大体航空写真とかでお見せするのは一旦じゃ終わりにして、あれ、あ、これか。じゃあ次は、まあ、よく埼玉市っていうと、その浦和と大宮が合併したんで、その浦和対大宮とかってよくなんか煽られることもあるんですけども、まあ、実際その辺、浦和とか大宮とか、その辺のそういった町の特徴ってどんなものがあるのかっていうのを、まあ、実際に埼玉市の地域に、20年以上住んでた、自分からなんかご紹介、解説できればいいなと、思っております。なんか、最近なんか今年のなんか住みたい街ランキングっていうのが3月ぐらいになんか発表されていて、株式会社リクルートスマイカンパニーっていうところの、スーの住みたい街ランキング2019関東版で、この埼玉市の大宮駅
方面広いですね。が、関東で第4位で、浦和駅、こちらが第8位に、ランクインしました。でまたさらに、それとは別に、ウェーブダッシュっていう会社が運営している地域応援サイト生活ガイド .com の全国住みたい街ランキング2019で、こちらでも、この埼玉県のさいたま市が、全国で第6位にランクインしました。なんか前回の順位、2016年での順位が41位でしたので、3年間で35個も、ランクを上げたっていうことで、最近さいたま市の人気が高まっているっていうのは、まあ、あながち間違いじゃないかなと思います。まあ、そういった、まあ、なんか最近住みたい街ランキングとかにも入ってきているので、実際住みやすいのかどうかっていう、そういったところも含めて今回解説しようかなと思います。まあ、ここまでもうすでになんか16分ぐらい経っちゃってますけども、まあ、ゆるく聞いてください。なんかラジオみたいな感じで作業 BGM として聞いてくれれば別にいいかなと思います。ちょっと水飲みますね。で、僕が喋ってる内容って必ずしも正確ではないかもしれないので、詳細はちゃんと自分で調べてください。その埼玉市の地域全体を全て細かく知ってるかって言われると、そういうわけでもないので、まあおおよその傾向とかそういったところは分かるので、それを参考にしつつ自分でちゃんと正確な情報を調べるっていうことをお願いしたいです。はい、じゃあどうしようかな。まず埼玉市のそれぞれの町の特徴とかをちょっと解説しようかなと思います。